どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク新しいイベント鈴屋班参戦に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。久しぶりに十三統一パーティーでいきましょう。なかなかジェイソンの十三が登場してくれないので、前回と同じパーティーなんですが、とりあえずこいつらが 100% に、こいつなんていうか、このスリッパ十三君 100% になりましたね。こいつどんなスキルだったかな。スキル内容は回避率だな。自分の回避率は 30% アップか。なるほど。 1.5 倍の8連弾。武器耐久値削りを持ってるのはこいつかな。基本的に助走重造ですね。でこいつも 100% になってます。フェス源の重造ですね。こちらは無印の頃のジェイソン重造ということで、相手を出血状態にします。4ターンですね。かなり長いです。はい、では行きましょう。基本的に、こいつか、こいつがなんかあれバフかけてくれるのか。味方全員にバフかけて、敵の攻撃力を半減というね、なかなかプレミアムにしては強力なスキル持ちですね。では行きましょう。この無印のこのね、サソリの銃像めちゃくちゃ重宝して使ってたんですよね、最初。とりあえず相手の攻撃力を下げたいんで、真ん中の助走重造を起点にして戦っていきますか。とりあえずこいつのスキルを貯めて、あとは2人で、ブレイクバースト持ってるのは真ん中の重造かな。ていうかあれだよね、RE の重造の服装いいよね。で早くねジェイソン重造フェス、スペシャルで助走が出てるから、とりあえずフェスで出ると思うんだけど、そろそろ今月あたり来てくれないかな。久しぶりにちょっとあれかな、フェス源の方のこのジェイソン柔道使ってみる。やっぱジェイソンかっけえな。クイーン剣の中では銀クイと並んで俺好きなんだけど。あ、全体攻撃なんだ。あ、突破しちゃった。どんなモーションになるんだろうな。これがもうくる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 ズドーンだからな。おっと、なんかさ、小さくなった。とりあえず撃つかスキル。ああこれ振り属性なんだね、これ助走重造は。でこのね、クエストで手に入る助走重造の派遣のキャラのイラストめちゃくちゃかっこよくないっていうか、全然食らわないんだけど。かわいい。おお、いいね、エフェクト。やば、エフェクト。これなんかあれだね、死神廃生かな。死神廃生のスキルのエフェクトに似てるような気がする。あ、こんなんだったっけ。死神じゃなかったかな。死神なんか黒いストームみたいなのが出るんだけど。俺はあれさ、前前衛を RE の重造で埋めるのが夢なんで、早く出してもらいたいな。お題は結構。じゃあ最後は一旦ちょっと相手何してくるか見ようか。俺オートで回してたから分かんないんだよね。なめんじゃねえぞガキコラ。2倍のダメージ、武器、攻撃力下げてるって言っても結構食らうな。防御力 0.7 倍。こいついつさプレイヤブルキャラクターとして出てくるんだろう。出ねえのかな。何気使ってみたいな、これ。うわやべえ。待て待て、助走が飛ばされたんだが。あ、やべえ、待て、RE の重造2人が飛ばされちゃった。マジか、意外。いやーこれやばいぞ、勝てんのかこれ。振り属性なんだか、真ん中の重造。とりあえず武器耐久値削れるやつがいなくなってしまったんだが、こいつに頑張ってもらうしかない。いけお前、フェス源 100% の力を見せつけろ。全然食らわねえ。まあいけるか。あと3回ぐらい打てばいけるな。とりあえずシフト使って、あースキルたまらねえ。このイベントかな、これはイベントか EX。 あーでもいけそう、これで終わりだな。黒なの大事なもの、ザン。 OK、 もう終わりです。まあ重造はまだね、普通のジェイソン持った重造と、あと新た来た重造、多分2種類ぐらい出てくれると思うんで、まあスペシャルとフェス源1個ずつみたいな感じになるのかな。誕生日に来てくれるかなと思ったんだけど、基本的に誕生日はもう新しいの追加してこなかったね、2年目は。3年目か。
3年目だよね、今。追加してこなかったですね。はい、ということで、冬の有馬茜樹の誕生日では、なんとかね、追加してほしいところではあるんですけど、はい、というわけで、今回は鈴谷藩参戦、めちゃくちゃかっこいい、重蔵、女装ジェイソン重蔵の、派遣キャラが手に入るイベントなんで、まあ、性能的には別にそこまでなんですけど、派遣キャラが足りない今の現状を回っておくのがいいでしょう。というわけで、お疲れ様でした。また、次回の実況動画で、お会いしましょう。